げてもらおうかなみたいなアナウンス見ようと思ったら新庄くんに頭きたね。あ、頭がつながるんだと、リッテちゃんを記念撮影かな。うんうん、撮れる撮れわかんないよ。すぐ出た。どうも、おはよう。あれ、なんかいつもと違うぞ。なんかいつもと違うぞ。撮るとこいっぱいあるけど、なんだろうな。ちょっとだんだん、難しくなってきましたが、ですね、さっき何を言おうかと思ったかと言いますと、皆さんのですね、今、正面、家康館の入り口なんです。で、ここに入るように、階段の前は大きく開けてくださいねっていうお話をしようと思ったんですが、ちょっとですね、どんどんと、そして、新庄君来たので、またまたたくさんの方集まっていただきましたね。はい、家康館入りたいよという方、お見えでしたら言ってくださいね。こちら正しい入り口ですので、遠慮することはございません。この正面玄関から入っていただいて大丈夫です。もしくは、皆さんから見て、左でのスロープからのご入場いただけますので、よかったら、はい、家康館ご覧になりに来た皆さん、遠慮なくお入りくださいね。はい。写真撮れた？撮れた？あ、それで、あと、そうだ。どんどんの、なんかいつもと違うのは、今撮った方がいいのかな。また、後でにしますか？いいですか？知ってる方は、わかると思うんですが、今日は、この岡崎公園に来てくれる用の岡崎仕様らしいんですが、皆さん、わかりますか？わかりますか？今日のイベントの、ご協力、岡左衛門にちなみまして、今日は、鶴左衛門で来てくれました。そうですね、このイベントでしか会えませんね。視力も撮った？鶴左衛門写真撮った？撮った？あ、撮ったよ。あ、撮れた。鶴左衛門くんの準備をして、うどんのく自分の名札を忘れてます。なるほど。皆さんよくご存知なのね。はい、今日はどうして声かけたらもいいんですかね。うどんのくんって言ってもいいかな。いいですか？こっちでも大丈夫ですか？すずちゃんでも大丈夫そうそうなので、皆さん気軽に声かけてくださいね。はい、こんな感じでですね、お天気の中ではありますが、皆さんにあれを楽しみにしていたご当地さんたちが随時登場いたしますので、皆さんぜひ記念撮影ですとか声をかけていただいて仲良くしてくださいね。そして3人とも、もうすぐメインステージの時間が近づいていますよ。メインステージはね、今日はね、今日はお祭りの岡崎公園多目的広場の大きいステージでみんなでお祝いしようと思ったら、ちょっとね、お天気の都合で、こちらの家康館前で、ございまして、ミケちゃんたちのちょうど正面ですね、ここが家康館の出入り口となっております。後ろに家康館入りたそうな方がお見えでしたら、通してあげてくださいね。この後、少しスタッフが、通路の確保をさせていただきますので、お声がかかった際には、少しご移動もお願いいたします。さあ、まもなくですね、メインステージ予定しておりますが、お、すごいなんか、カードフォーカーが出てきているわ。足元気をつけてね。はい、長靴履いているから、気をつけてくださいね。やだ、キモいし、キモいし。お互いも司令と仲良くしてるけど、誰か知ってるの？ねえ、司令と仲良くしてるけど、まあいいか、今日お友達いっぱい作るイベントだもんね。はい、で、先生の生徒さんからの紹介だったり、そして、ケーキパイの動画があったりとか、いろいろ動画があったので、皆さん、最後まで楽しくてくださいね。お台場も楽しんでくださいね。私が書くのは、すき焼き忍者です。お台場も楽しくも、でも、お姉さんのところにはすき焼き忍者の情報が一切ございません。そして、すき焼き忍者のことをいろいろ勉強しようと思いましたが、一切情報はございません。はい、誰なのか、一体何のために、はい、ここへ来たのかはよくわかりませんが、皆さんと仲良くしたいのは、はい、他のキャラさんと同じだと思いますので、ぜひ、すき焼き忍者、忍者なのに、みんなのところにロボット来ていいのかな。まあ、そういうことは考えないことにして、はい、紫色の時期見つけたら、すき焼き忍者です。皆さん、声かけてください。はい、すき焼き忍者、ありがとう。あとは、ハイチェさんの登場ですが、ハイチェさんは来てますか？来てますか？
ゃんも大好きな彦根城ね、どっちのお城がお散歩してるよね、よくね。ハガイモンのそうお父ちこの岡崎公園ももうすぐちょっとだけ色づいてきましたがね、こういうもうすぐ素敵になりますよね。はい、今日は一年で楽しんでてくださいね。はい、ちょっとお姉さんのご紹介が気に入らなかったみたいな感じ、あとでちょっと反省しようかな。足開いてる、開いてみんなの前だから愛想するそう。はい、ちょっと暴れそうですか、大丈夫かな。白いね。